け。6選手バック側です。目立った交差争いはなく枠番通りに固まっていくようです。昨日の準優メンバー白の勝負服での登場となりました。初日以来の陰線は1番人気に押された1号手の岡田、2コースが2号手の池田、3コース2番人気は3号手のメンドリです。昨日の後半レースは4カドからまくってシリーズ2勝目を飾りました。そしてシリーズベスト18メンバー4号艇小林の角、5コース5号艇地元の浜崎、昨日の3日目は3コースが差しまして34歳最高のレース白星で締めくくった5号艇地元の浜崎、5コース最アウト6号艇の萩原です。進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なり。第4レースは一般カード内寄りから1番と3番4番5番6番となりました。3秒前1名お前スタートしました。6名はあまりそろいツイート待機センターで3号艇5号艇出ていきますが、1枠インクラセットは1号艇の岡田を真っ暗3号艇のメンドリーに出せる。展開ツイートは2号艇の池田と5号艇浜月4号艇6号艇向こう上面ですが、トップの線5号艇2号艇のマッチリスはインコース5号艇の浜月、アルゴースは2号艇の池田、3番手上等艇は4号艇の小林、一緒にコーナーの世界スタートは成功でした。トップ付け5号艇浜月内から大月4号艇の小林、行った2号艇の池田後方からズバッと3号艇のメンドリー入りませんでした。先頭は5号艇地元の浜崎、2番手は2号艇池田、3番手が4号艇の小林、上田系5蓋4でレースは2締めと移っております。1マークロターンは先頭5号艇の浜崎純也、2番手盛り込んでは4号艇の小林隆弘、外かわしていくのが2号艇の池田光輝でバックへと入りました。先頭5号艇浜崎、2番手は2号艇池田、3番手4号艇の小林ですが、さあ後方から作る3号艇メンドリと6号艇の萩原、最後方となったのは1号艇の岡田、レインスは2周マークの旋回と向かっていきます。先頭は5号艇浜崎、2番手は2号艇の池田、3番手クロリと4号艇の小林が応戦する。切り込んで6号艇3号艇ホームに帰る。2番手どうだ、2号艇の池田、3番手4号艇の小林ですが、このままでいきますと3連単黄色い数字が見えてきました。レースは残り1周、先頭5号艇浜崎、2番手押せ込んだ2号艇の池田、一旦開いて切り込んでくる4号艇の小林の差しですけれども、2番手は2号艇の池田、3番手4号艇の小林上出来ゴールだよ。2番手3番手3点ショート、ラストコーナーの旋回と向かっていきます。バースデーウィンということになりました。セット5号手浜崎、2番手最後の抵抗4号手の小林、ここは切り込んでくる2号手の池田ホームに帰る。2番手は2号手4号手ドタンブル接戦、まもなくゴール。先頭5番の浜崎ゴール、2着2番の池田、3着4番小林ゴール、3番メンドリー6番の萩原、ラストは1番岡田ゴールの3連単5蓋4 1068枚です。以上、クズマ第4レースでした。1枠3名長野浜崎前田が最終日連勝を狙っての登場となりましたが、その中の一人白のユニフォームで戦います。このレース圧倒的な支持を集めた1号艇長野のインドリとなります。そして2コースは2号艇地元の浜崎、
前半4レース勝利しまして35歳最初のレース白星で飾りました。3コース3号手の前田、4コース下げてかの位置が4号手の沢田、5コース5号手の岡本で、6コース6号手の西岡です。スローに3人ダッシュに3人、インコースから長野宗志郎、浜崎純也、前田健太郎ダッシュスタート、沢田明夫、岡本武史、西岡健信の波9レース、スタートのさ1コース2コース交差の1号艇、長野2号艇、浜崎3コースから3号艇の前田石部直流、1号艇長野宗志郎、2号浜崎3戦せめては3号艇の前田膨らんだ、気が出てくる4号艇の沢田で向こうが面ですが、5号が踏ん張りました。先頭1号艇の長野絞り込む、リバットは2号艇の浜崎が迫ってくる、0号砲4号艇3号艇のアップ状態で一緒にコーナーの世界スタートを通常でした。と世界1号艇の長野、リバットは2号艇浜崎、5号から先くるっと運んで4号艇の沢田、点結コート3号艇5号艇競りながらホームに帰りました。先頭は1号艇の長野その城、2番手アウトコースオートは2号艇浜崎純也、3番手がやってくる4号艇の沢田昭弘、2番手3番手そんなに沢田レースは2周目の1コーナー、2番手先行ターンは2号艇の浜崎、開いて切り込もうと4号艇の沢ですが、3号艇がケビンになる、2番手は2号艇の浜崎で、3番手が4号艇の沢田で、上段系は1フット4、3号砲は3号艇の前田、9号艇の岡本、最高砲は6号艇の西岡で、レースは2周目枠の旋回と向かっていきます。先頭は黄色い数字が見えてきました。レースは6フィニッシュ。